どうも、皆さん、今回は社会現象アニメについての動画だよ。社会現象ですか？なんか、その言葉の定義も曖昧なんよな。そうなんだよね。社会現象アニメってちょこちょこと話題になるんだけど、定義が曖昧だからこそ議論が巻き起こる傾向にあるんだ。この動画のコメント欄でも議論起こりそうやな。あくまで、私の中で、この作品は社会現象だったなって感じる作品を紹介していくよ。あくまで、リュウさんの中で、やで。まず、美少女戦士セーラームーン。最初がセーラームーンですか。社会現象は、ヒットした作品なのは間違いないし、世間の認知度が高いことも重要だと思うんだ。確かに社会現象っていうぐらいやから、そもそも、普段深夜アニメを見てるオタク以外でも、知っとるような作品じゃないとってことですか。いわゆる国民的アニメである、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、サザエさん、アンパンマン、チビマルコちゃんとかは抜いて、今回考えてみると、美少女戦士セーラームーンの認知度ってかなり高いと思うんだ。セーラームーンかプリキュアか迷うところやな。プリキュアを今回外したのは、シリーズ化が長いせいもあって、初期のプリキュア走ってるけど、最近のプリキュアは知らないって人も多いんじゃないかなと思ったんだ。逆に、セーラームーンは確かに認知度高いかもしれへんな。世界中に、今も、なお多くのファンがいて、誰もが知ってる上に国民的アニメのように毎週やってるわけでもないのに知られている。そういった意味では、美少女戦士セーラームーンの存在感はかなりあると思うんだよね。女の子なら誰しも知っとるし、男の子もこっそり見てた子も多いやろうし、確かにそうやな。女の子向けのおもちゃ市場がセーラームーンで埋め尽くされたこともあったし、一期のラストのトラウマ感は、当時の視聴者に多くのショックを与えたんだ。あれ、今見るとかなりトラウマよな。月に代わってお仕置きよ、って決めセリフもそうだし、今も、新作の映画が上映してるし、世間的な知名度や多くの人たちの中に、戦う女の子のキャラクターの印象が根付いてる感じなんだよね。セーラームーンがなければ、プリキュアも生まれなかったもんな。同時に、同じく社会現象アニメである、新世紀エヴァンゲリオンも、セーラームーンがなければ生まれなかった。そうなん。新世紀エヴァンゲリオンの監督である庵野秀明さんは、セーラームーンの制作に参加してるんだ。そんな影響もあって、セーラームーンに出演していた、三石琴乃さん、緒方恵さん、石田明さんも、エヴァに出演してるしね。密接な関係があるんやな。新世紀エヴァンゲリオンは、オタクの中での社会現象とも言えるんだけど、考察アニメとしての地位を確立して、長い間、多くの人を虜にしてきた。エヴァの呪縛やな。当時の社会現象ぶりは確かにすごかったんだ。声優さんたちが芸人さんとかのラジオに出ることもあったんだけど、そんな出てるラジオのパーソナリティが肝心のエヴァを見てなかったりもした。くさ、人気やから呼べって感じで読んだだけ、感がすごいな。今なら鬼滅の刃見てへん、芸人のラジオに、花江夏樹さんとかが出る感じなんか。それほど話題性があったってことなんだろうね。当時、何でも鑑定団みたいな番組で、ハンマープライスってのがあったんだけど、エヴァのフィルムカット権利が約180万で落札されたこともあったんだ。地上波の番組に、そういう形でも出まくっとるんやな。当時としては、異例な興行収入も叩き出してた、使徒新星は、18.7 億の興行収入を叩き出してるのは、すごいことだよ。2000年くらいからは、深夜アニメで3億超えたら大ヒットって感じでしたけど、98年の映画で20億近い興行収入を叩き出したんか。エヴァを知らない人がエヴァの、パチンコでエヴァを知るみたいなこともあったし、世間的な認知度は、凄まじいものがある。そういう認知度があるからこそ、新エヴァンゲリオンの興行収入は100億を超えたんだろうね。90年代の大ヒット、長い長いエヴァの呪縛、パチンコ、新エヴァンゲリオンの100億超え。確かにエヴァは社会現象やったかもしれへんな。そういった意味では、スラムダンクも社会現象アニメだったかもしれないね。スラダンは、ほんまファン多いよな。当時のアニメ、漫画を見ていた人たちは、スラムダンクに憧れてバスケを始める人も多かったし、バスケ人口がスラムダンク連載開始とともに増えて、ピークでは、バスケ人口80万人から100万人くらいになって、20万人くらい増えたんだけど、連載終了後は半分くらいの50万になってるんだよね。そんなに影響力があったってことですか。アニメや漫画に影響されて何かを始める。これは、後に、テニスの王子様とかヒカルの子とかにも繋がる流れだし、今だったら夜キャンとかに近いものもあるね。スポーツや趣味系の作品をきっかけにそれをやる人が増えるのは、ええことやな。2022年に公開された映画は144億円を超えてるし、これも、新エヴァンゲリオンと同じく、世間の認知度、社会現象があったが、ゆえの興行収入だと思うんだ。やっぱ100億超えるかどうかは、そういう認知度もありますからね。当時、社会現象になったからこその一般認知度、興行収入ってことなんやろうな。90年代の作品の影響は大きい。美少女戦士セーラームーンは、戦う女の子アニメを多く生み出すきっかけになって、新世紀エヴァンゲリオンは、考察アニメや陰鬱とした雰囲気のアニメ、ウジウジ系の主人公やクールな美少女ヒロインが流行って、スラムダンクは、多くのスポーツアニメに繋がった。せやな、なんか感慨深いものがあるわ。キャプテン翼とかも世代的に入れてもいいのかもしれない。海外のサッカー選手でもキャプテン翼の影響で始めた人って多かったりするもんな。小学校で
スカイラブハリケーンが禁止になったりしたのは昭和世代の子供のいい思い出の一つだよね。あれは真似したらあかん。主人公の名前である翼が1993年に新生児のランキング5位に入ったりもしたし、当時の小学生のサッカー人口が11万人だったけど、キャプテン翼連載終了時あたりには24万人まで増えてるんだ。倍に増えてるのすご。キャプテン翼がなければ今の日本サッカーはないって言ってる人もいるし、そういった意味でもキャプテン翼は社会現象にふさわしい作品だったかもしれないね。 J リーグの盛り上がりもちょうどその頃やし、うまいこと重なったんやろうな。2000年代に入って社会現象を起こしたのは鈴宮春日の憂鬱だろうね。春日、やあ。これは私の肌感みたいなのもあるんだけど、オタクの中で鈴宮春日の憂鬱が大ヒットしてニコニコ動画という媒体が人気になりつつある頃ってのも大きかったと思うんだ。歌ってみた、弾いてみた、踊ってみた動画が春日関連のものだけでもめっちゃあったもんな。社会現象というにはこれまで出てきた作品に比べると一般的な認知度は低いんだよね。そこが議論のポイントですか。ある種のエポックメイキングに近いものがあると思うんだ。春日が大ヒットしたことで動画サイトの躍進、声優という存在のアイドル化が一気に進んだ印象があるんだ。ああ、確かに平野綾さんの存在は大きかったかもしれへんな。ニコニコ動画で踊ってみた動画とかを素人でも投稿できるようになって、そういうのがあったからこそオタクが自らをオタクと世間に公言できる流れみたいなのが生まれた感覚があるんだよね。ニコニコ動画のあの動画見たとか、自分もハレハレで愉快踊ってみた、投稿してみた、みたいなのとか、春日の話とかを普通に学校でもするような人が増えていった感じなんか。まあ、このあたりは、あくまで私の肌感ではあるんだけどね。鈴宮春日の消失は、興行収入が 8.3 億円突破した、3億で大ヒットと言われた時代で倍以上の興行収入を叩き出してる。確かにすごいな。一般的な認知度は低い部分があるんだけど、同時にオタクを増やしたきっかけになった作品でもあると思うんだ。そういう意味でも社会現象って言っても過言じゃない作品だったかもしれないね。春日で深夜アニメに触れるきっかけになったって人は多いかもしれへんな。続いて社会現象と呼ばれるアニメとして話題に上がることが多いのがゲオンなんだ。鈴宮春日の憂鬱と同じく京都アニメーション制作やな。確かにこの作品も大人気だったんだ。鈴宮春日の憂鬱のヒットからの声優ブーム、声優のシングルデビューも多くなってきて、ゲオンってその流れが加速したような印象があるんだ。ミュージックステーションとかのランキングで1位とか2位になって、お茶の間冷え冷えタイムやったな。一般的な認知度は鈴宮春日の憂鬱と同じく低い部分があるし、これもオタクの中での社会現象であることは間違いないんだけど、映画は興行収入19億円突破したんだ。春日よりも伸びとる。まあこれは特典商法の影響もかなり大きかったと思うんだけどね。地獄のフィルム集めやな。コラボ商品とかがコンビニとかでも多く並んでたし、ニコニコ動画でも弾いてみた動画なんかも多くあったね。せやな。軽音で出てきた楽器もかなり売れたことが話題になったし、ヘッドホンなんかも話題になったよね。ミューホンやな、ナッツかシーは。USJ とのコラボ、JAL の海外旅行ツアー、コンビニのコラボ商品、鉄道のラッピング、そういうアニメと一般企業のコラボの流れが軽音ではかなり多く生まれてて、今もヒットした作品はそういうコラボを多く行ってるんだよね。そういう流れが軽音から爆発的に増えたのはでかいかもしれへんな。そういうのが増えれば増えるほど普段はアニメを見ない人の目にも留まりますし、そういった意味でも社会現象と言っても過言じゃないんじゃないかな。一般的な認知度は低いかもしれへんけど、深夜アニメの一般的な認知度を高めるムーブメントが鈴宮春日の憂鬱や軽音で生まれた感じなんやな。次に続くのが魔法少女まどかマギカなんだ。まどマギやー。この作品も鈴宮春日の憂鬱、ゲオンと同じで一般的な認知度は低い部分がある。それでも社会現象なん？個人的に、あ、これは社会現象のアニメなんだなって感じたことがあったんだ。ほう。結城葵ちゃんが目覚ましテレビに出た。くさ、そこですか。いや、だってさ、朝のニュース番組に声優さんがアニメの番宣として出るってすごいことじゃない？確かにそうやな。朝の6時台なんていうオタクなら眠りこけてる時間に、結城葵という女性声優がアナウンサーにインタビューされる形で魔法少女まどかマギカの映画の宣伝をするって、個人的にはものすごいインパクトだったんだ。エヴァの時代でもなかったことやもんな。最近だとアニメキャラそのものがじゃんけんしてたりもしてましたけど、多くの業界人もこの作品にコメントを残してて、おぎやはぎのメガネびいきというおぎやはぎさんのラジオ番組でも特集が組まれて視聴率が1位になったこともあったんだ。すご。確かに一般的な認知度は低い部分があるけど、芸人である東野さんや今田さんとかも話題にしてたし、こういう芸能人がオタクっぽさを出すきっかけにもなった作品じゃないかな。今でこそそういう芸能人は多いですけど、まどまぎきっかけで増えた印象があるんやな。真のアニメを軽音以上に広めたという意味では社会現象といってもおかしくない作品だね。
そういう流れを経て爆発的ヒットしたのはラブライブなんだ。リュウさん、大丈夫か？その話題、私としては触れるとヤバい作品第1位なんだけど、この話題で触れずにはいられないからね。リュウさんにヤバいメール送ってきとった人、もう成仏してやろうか。ラブライブは分かりやすく社会現象だった。 NHK が特集企画を組んだりもしたし、それこそ一番分かりやすいのは紅白出演だろうね。分かりやすい指標やな。 AKB48 とかのアイドルブームもあったんだと思う。いわゆるラブライバーの人たちの中にはそういうアイドルグループのファンみたいな人がいたし、そこにうまく乗っかった部分もあるんだろうね。なんかこう熱狂を超えた狂心的な部分もあったもんな。あいます。ラブライブからアイドルアニメブームも爆発的なものになって、今もなおアイドルアニメが作られ続けてるし、鈴宮春日の憂鬱からの声優のアイドル化からアイドルグループ化がこの作品で一気に進んだ印象があるんだ。ソロアイドルからグループアイドルの時代にってのはアニメだけじゃなく現実でもそうやったもんな。同じく紅白に出たって意味では妖怪ウォッチも社会現象作品と言えるかもしれないね。ラブライブでそういうアニメの歌詞とかグループが紅白に出るきっかけになって、進撃の巨人なんかも出て、妖怪ウォッチもそんな感じやったな。第2のポケモンなんて言われてたし、妖怪体操が動画サイトに踊ってみたで投稿されたりと、このあたりも鈴宮春日の憂鬱の影響を感じる部分があるんだ。ただ妖怪ウォッチブーム自体はそこまで長続きしなかったし、個人的には社会現象というには少し弱い気がするんだけどね。後の影響とかも考えると確かに妖怪ウォッチは弱いかもしれへんな。この後になるとポケモノフレンズとかも話題になったんだけど、これもオタクの中の社会現象ってイメージなんだよね。ああ、まあいろいろな意味で話題になりましたけどね。でも触れ騒動とかオタク以外の人には関係ないことや。最近で一番の社会現象といえば鬼滅の刃であることは間違いない。もう鬼滅の刃さんは土下座するレベルで社会現象や。コロナの制限の中で公開された無限列車編は全世界で500億を超えたんだ。異様やろ鬼滅の刃。子供も大人も下手したらお年寄りでさえ鬼滅の刃という作品が広まったのはコロナの制限があった中でのヒット作だったって影響も大きかったと思うんだ。当然紅白にも出てるし、鬼滅の刃は分かりやすく社会現象といえる作品だったことには間違いない。鬼滅の刃レベルの大ヒットは10年に一度あるかないかやな。下手したら30年くらいに一度のレベルや。ストーリーの分かりやすさも受けたんだろうね。主人公が家族を殺した鬼を倒すために頑張る、この桃太郎的な分かりやすさが老若男女問わず受けた部分はあるんだと思う。あとは UFO テーブルさんの制作のクオリティの高さやな。テレビアニメではないけど君の名はの社会現象ぶりもすごかったんだよね。君の名は世界で400億円以上の興行収入を叩き出したジブリじゃない、オリジナルのアニメ映画がここまでヒットしたことは異例中の異例だったよ。その後にオリジナルのアニメ映画ブームも生まれましたし、鬼滅の刃ブームもあってアニメ映画自体が多く制作されとるもんな。数々の社会現象を経てアニメという文化が日本でここまで定着するとは20、30年前には考えられなかったことだよね。いろいろな作品があってその作品の影響が積もり重なって君の名はの400億、鬼滅の刃の500億にもつながっとるんやろうな。次の社会現象になるアニメはどんな作品なのか一オタクとして気になるところだね。ほなまた次回。